放送席、そしてイーグルスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日はリリーフで勝利を引き寄せたお二人です。安楽投手と渡辺裕樹投手です。おめでとうございます。まずは安楽投手に伺います。リードして中盤の大事なイニングを投球しました。どんな気持ちでの投球でしたか？そうですね、僕は1点取られてしまいましたけど、先発の湯気さんから、鶴崎に、なんとか粘りながらつないでくれたんで、絶対に、リードを守れるようにと思ってマウンドで投げてました。接戦でしたけれども、最少失点で切り抜けてつなぎました。ご自身では投球どう振り返りますか？そうですね、やっぱり、ボール先行になって、苦しい投球目立ってましたけど、なんとか、最小失点で抑えれてよかったかなと思います。今シーズン初勝利となりました。嬉しいですね。そうですね、やっぱり、中継ぎとして、ロングリリーフやってる以上は、一つでも価値を拾えるように、負けそうな展開でも、こういう苦しい場面でもしっかりゼロで抑えて帰っていきたいなと思います。そしてチームとしては3カード連続の勝ち越しに貢献しました。今後への思い、最後にお願いします。やっぱり、先発陣もそうですし、中継ぎ陣も全員で頑張っているので、これからも、連勝を伸ばしていけるように頑張っていきたいなと思うので、応援よろしくお願いします。安楽投手でした。続いて渡辺裕樹投手です。ナイスリリーフでした。ありがとうございます。登板の直前に酒井選手にアクシデントがあっての登板でした。心境としてはいかがでしたか？自分自身準備をしていたんで、しっかりその中で、0点で抑えれたので良かったとは思います。その後もしびれるピンチの場面を迎えました。何を考えて相手に挑みましたか？中継ぎのみんなで、ここまでつないでくれたんで、しっかりゼロで抑えれるように、9回熱い、しっかりバトンを渡せるように頑張りました。ピッチャーゴロ、そして三振、最後は小さくガッツポーズも見られました。どんな思いでしたか？それやっぱりゼロで抑えれたんで、それが嬉しくて、ガッツポーズ出ましたね。一度育成になってから、そこから開幕今4試合無失点が続いていると思います。好調の要因、どんなところにありますか？そうですね、しっかり自分自身試合化になることができましたし、その中でもう一回自分見つめ直してしっかり練習できたんで、それがこのような結果につながっているのかなとは思います。今日はリリーフ陣でリードを守りきりました。これからどんな投球見せてくれますでしょうか？これからもしっかりチームのために腕振って、一勝でも多くチームに貢献できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。渡辺裕樹投手でした。ここでヒーローのお二人には楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。それでは最後に、今日チームのピンチを救ってくれました渡辺裕樹選手、スタンドにお越しのイーグルスファンの皆さんに改めて力強いメッセージをお願いいたします。今日は熱い応援ありがとうございます。このようなご時世でいろいろ制限はありますけど、これからもファンの皆様の応援が力になるので、これからもお願いします。ありがとうございました。以上、今日のヒーローは安楽智弘選手、そして渡辺裕樹選手でした。さて、井上さん、こういうお立ち台、中継ぎピッチャー2人のお立ち台というのも非常に珍しいんですけれども。そうですね、放送席で喋ってた通りの中、野手陣がやっぱピッチャー頑張ったということでね、先輩たちが2人で行ってこいっていう形になったんでしょうかね。そういう感じかもしれませんね。珍しいですよね、ピッチャー2人。ただ安楽、それからこの渡辺裕樹、本当にこのの2人の活躍、いい仕事しました。そうですね、今日で言うならやはり